原爆下の対局。原爆下の対局は、1945年、昭和20年8月6日に行われた以後の、第3期本因坊戦、第2局のこと。対局者は、橋本宇太郎本因坊と挑戦者、岩本薫七段、いずれも当時。この対局は、広島市郊外の佐伯軍五日市町、現広島市佐伯区吉見園において行われた。対局中に、 アメリカ軍の広島市への原子爆弾投下があり、対局者が被爆したことで知られる。原爆対局、原爆の後とも言う。対局が行われていた五日市町吉見園は、爆心地から5キロメートルほど離れていたものの、爆風により、障子ぶすまなどが破壊され対局は一時中断された。混乱はあったが午前中に対局は再開され、 原爆投下当日中に終局して白番の橋本本因坊の五目標となった。1939年昭和14年に世襲制が廃止され選手権制になった。本因坊戦は当時の日本の囲碁界で最も権威ある唯一のタイトル戦であった。この頃は本因坊戦挑戦手合は2年に一度行われていた。1943年 昭和18年の第2期本因坊戦では、第1期本因坊であった、関山リーチ本因坊理戦七段に、橋本宇太郎七段が挑戦。五番勝負の途中で、関山本因坊の体調が悪化し、病気危険により、橋本七段が本因坊位に就いた、号は本因坊勝負。第3期本因坊戦は、橋本本因坊に岩本薫七段が挑戦する形で、 1945年、昭和20年、太平洋戦争末期の困難な社会情勢の中で行われることとなった。この時日本議員の東京本院は、1945年5月25日の東京大空襲により、すでに消失している。地元広島に疎開していた橋本本因坊の死である、瀬越検索八段は、本因坊の明かりを消してはならないと。 第3期本因坊戦を広島で開催することを考え、日本記院の藤井純一広島支部長、貿易省、藤井正二の社長の協力を得て、本川に面した広島市内の藤井延別邸、中島本町、現平和公園内で6番勝負全局の対局を行うことを決定し、橋本本因坊、岩本七段ともに了承した。第1局は、 7月23日から25日の3日間で行われ、挑戦者、岩本七段の白番号目勝ちであった。対局前日、広島市内での対局は危険であるとして、青木重新中国地方総監府直任参事官権、第一部、全広島県警察部長。第一部長は、内務省関係の担当。青木和夫元大東和大臣の弟は、記録係を務めた。 三輪の吉尾五段、橋本本因坊の弟子を呼び、対局が行われる前に警察に電話せよ。職権で中止させる、胸命じられていた。これを聞いた立会人を務めた瀬越八段は、電話をすれば、君は誤解をさらねばならないと三輪五段につってだという。対局日には、青木三次官が出張したという偶然もあり、対局中止という事態は避けられたが、対局中、 グラマン戦闘機の機銃装車が対局場の屋根に当たるなど無事に行われるという状況ではなかった。出張から戻った青木参事官は第二局は市内での対局を避けてほしいとして中国石炭の津ア機関支社長に依頼して広島市から十キロほど郊外の佐伯郡五日市町吉見園、現広島市佐伯区吉見園にある同社の寮を 大体の対局場として提案した。今度は、瀬越八段も断り切れず、また、橋本本因坊も危険な場所での対局は嫌だと言ったことから、岩本七段が、藤井支部長に対局場の変更を申し入れ、藤井支部長もしぶしぶ同意し、第二局は、中国石炭の量で8月4日から6日の3日間で行われることになった。なお、藤井市部長は対局用に、 疎開先から運んできた食料等をすべて新体局上に提供した。対局3日目の8月6日午前8時15分、局面は106手目頃であった。この日の対局が始められた直後に前日までの手順を並べ直した直後という話もある。アメリカ軍の爆撃機 B-29 エノラゲーが投下した原子爆弾が炸裂した。 ピカッという光線と大音響がし、爆風で障子ブスマが倒れ、ご石は飛び、窓ガラスは粉々になったと言われる。橋本勝愚本因坊は吹き飛ばされ、庭にうずくまっていたという。岩本薫の回顧録によれば、立ち合い人、背声は驚くべきことに、単然と床の間を背に正座したままであったという、後に、本人は腰が抜けて動けなかっただけだと語った。 対局は一時中断されたが、部屋を清掃した後ほどなく再開された。両対局者に同様はあったものの最後まで打ち切り、同日正午頃に終局。白番の橋本本因坊の五目標となった。この原爆で、第一局を開催した広島支部の藤井支部長の家族や関係者は全員死亡し、瀬越検索八段の三男とおも命を落とした。なお、 青木参事官は奇跡的に助かり、後に民選初代の愛媛県知事についているが、この対局上の変更を当時の広島で行った良いことの二つのうちの一つに挙げている。翌日から橋本本因坊、岩本七段ともに広島市に入り、関係者の消息を尋ねており、もともと三日明けて第三局を打つ予定であったが、 これ以上広島での対局が困難であること、瀬越八段の中学生の三男の指揮が近かったことから対局は中止とし、橋本本因坊富和五段は関西へ、岩本七段は郷里の島根へと帰った。東京の日本棋院では両対局者とも死亡したと思われていたが、2週間ほどして三輪五段が到着して敬意を報告した。 第3局は4ヶ月後の1945年11月11日から13日に、第4局は11月15日から17日に、千葉県のダシで打たれ、一勝一敗であった。第5局は11月19日から21日に、第6局は11月22日から24日に、東京の目黒で打たれた。2週間で3日制の5を4局打つというのは、現代では考えられない。 強行日程である。結果は一勝一敗であった。本因坊の座は規定で、日本金預かりとなり、改めて翌年8月に、高野山にて三番勝負が実施され、岩本香織七段が2連勝して、第3期、本因坊の座についた、高野山の決戦。なお、被爆死した関係者の異例のため、決定三番勝負第1局の二手のみ7月26日に、 五つ市町の西隣の初か市町、原八う、市市の連郷寺で打たれている。立会合人瀬越えは1972年に83歳で、橋本宇太郎は1994年に87歳で、岩本薫は1999年に97歳で、いずれも長寿を保って死去している。なお、岩本薫の基金で1995年に建てられた、 シアトルの日本キー備医語センターの壁には原爆対局の寄付がタイル張りで飾られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。